こんにちは、ホッタンホッタンチャンネルです。クルマちゃんです。イーちゃんです。メルちゃんです。ここにホッちゃんがいるけど見えません。今日はスリーコインズの可愛い新作ペット用品を紹介します。なんかもう落としてるんだけど、ピーちゃんやめてね。ネットでしか買えない商品もあるので、サイズ感や使用感を詳しくお伝えしますね。最後まで見てください。まずはこちら、ペット用木製ハンガーラック1650円です。こちらは再入荷商品になりますが、ワンちゃんの服をきれいに収納することができます。普段はワンちゃんの洋服は100円ショップのケースに季節ごと分けて収納してます。ちょっと暴れ出してます、やめてください。じいちゃんこっち、ほれじいじ。ペット用ハンガー早速組み立てていきたいと思います。長い。いい、細かい、結構細かい説明書。サイズは幅50センチ、高さ 53.5 センチ、奥行き47です。これあれみたい、ワンちゃん用服だけじゃなくてベビー服として使ってる人もいるみたいです。みんなできた。あ、来てくれた。見に来てくれた。できたよみんな。こっちからも見に来てくれた。イーちゃんも来てくれたの？購入しました。これ木製ハンガーラックに合わせて木製タイプにしてみました。これ3本セットで330円になります。もう一つ人用のスウェーデンハンガー、個体のスティッチが可愛いデザインになっています。これも3本セットです。こちらの木製ハンガーラックに合いそうかなと思って、他にもハンガーラックやハンガーの新作としていろんな種類が登場してました。可愛い、可愛いね。どうかな、こんな感じ、はい、かわいいね。みんなの洋服だよ。サイズは L サイズの服で、これが S かな、ちっちゃいサイズです。こっちで実は顔出し、ちっちゃいサイズでもつくね。縛りにくくなってるね、このハンガー。木製の方はここが止められるのに、ストラップタイプ、あ、実はのこれだね。こういうのもここに入れられるのがいいね。これ M かな、飾っといてもいいし、あとここにもね、物が置けるから、散歩バッグとかお世話バッグなどを置いてあげてもいいなと思いました。でもシンプルなのでリビングに置いておいても違和感はないです。なんか楽しいみたいで、動かすと怒るから、とりあえずここに置いておきます。おままごとしても使えちゃうね。続いてはこちら、カスタムマナー袋ポーチ550円になります。こちらはお散歩で使えるマナー袋ポーチです。デザインもおしゃれで、ママは今回購入しませんでしたが、同じ柄のお散歩バッグ880円も販売しています。こんな感じにガチャガチャとつけることができます。あ、袋付きだ。中にセットで付いてました。で、中がこんな感じになっていて、大きいからスマホ入んないかも。ちっちゃいスマホの人なら入るかな。ホッタンママなんだっけこれ、一番のちょっと名前聞いてた、プラス、マックス、プロマックス、こうセットしてこんな感じにするとやってもいいですね。ホッタママの散歩バッグ今これなんですけど、シャキンとすればこんな感じに、ですぐにバシャッと取り出せて、でうんちが取れる。まあこれは楽だね、取り出しやすい、簡単にこの切れ目がピッて取れるから。で、おやつケースなどを入れてあげても余裕があります。この散歩バッグを持っていかないで普通のバッグにこうつけてあげるのもいいなと思います。旅行とかね、お出かけの時って荷物が多くなるからがさばってしまうので、こんな感じにおトイレ袋を持って、ただここにねポケットティッシュを入れたり、おやつケースを入れて、このいいなと思いました。続いてこちら、土用ベッド S サイズ880円。表面は撥水加工付きの生地を使用していて、季節問わず使うことができるデザインです。経過施設下から見て、お、圧縮されて届きます。どうかな、みんなに座れるかな、何匹までかな。こんな感じだ、ちょっと圧縮されてるか、少しぺったんこ、ちょっと綿ゆるいかな。それは濡れにくそうで汚れにくそうな感じはするんだけど、あ、でも形になったね。反対だったんだ、こうだ。だけど一匹かな、一匹かな。ちょっとお座りしてごらん、お座り、お座り。ピーちゃんが、お、ピーちゃんがいける、ピーちゃん、お、お、あ、私のやつ売ってる。
ああ、ベッド場所のピーちゃんです。ベッド…ちょっと穴開けないでよ、ピーちゃん。どうかな、穴開きそうで怖いけど、ピーちゃん一匹でこの感じだね。でもちょっとここが…ああ、やめて、見せてないよ。あれ、めっちゃ噛んでる、めっちゃ噛んでる、ピーちゃん。なんでピーちゃん噛むね。穴開けそうです。なんか犬の時みたいになってるけど、穴開けないでよ、じいちゃん。なんとなく穴開けちゃいそうな気がする。この間紹介したドライボルトのベッドにちょうどいいかも。今じいじ入ってくれてたけど、ああいいじゃん、いいじゃん、ちょうど。今までねタオル入れてたけど、ああいいね、いいね、じいちゃん。みんなも見に来てくれた。続いてはこちら、おやつポーチ330円。シンプルなデザインで中におやつを入れてお散歩に持っていくのに最適です。カラーは2種類あり、グレーとオレンジになります。マナー袋ポーチに合わせてグレーにしてみました。ファスナーがスムーズに開けやすくて、ペットのおやつが取り出しやすいです。いい匂いしてきたね。ほら、こんな感じにいっぱい入ります。餌も入れてもいいね。かわいい、みんな、わお、みーちゃん、うん、いい匂いする。これに寝て持ち運べます。軽く使えるから、あわわ、じいちゃん、じいちゃん食わないで、じいちゃん食わないで、きゅーちゃんよ。手にこうやって持って歩くこともできるか、こうやっておいてもいいね。普通のお座りとかならいいんだけど、ご褒美にあげるときって、そのやったすぐにあげないと覚えてくれないから意味がないから、そんな時にね、こういうの常に持ち歩いてれば、すぐやったら、はい、お利口とか、あとあのトイレとかね、吠えなかったりとかしたら、はいってあげたりできるから、こうすぐにこう開いて閉めてができるとやっぱりいいですね。この、まあ、口も大きいからね、開けやすいし、で、あ、リコしてるって、あ、リコだねみたいな感じで、こんな感じにセットとして持ち歩いても、ジーパンとかね、そういうとこにこうつけて歩いてもいいし。次はこちら、おやつケース330円です。こちらもおやつケースになります。なんかピルケースみたいな感じですね。色がすごく可愛いので買ってみました。中で仕切ることができます。サイズに合わせて板の取り外しができるのも便利です。薬入れとして使うのもいいですね。かなりしっかりしてるので、中が潰れちゃうなんて心配はないので、柔らかいお菓子とかでもね、持ち運びます。あ、片手で開くね。楽です。なんかね、デビューによって硬いって頭当たり外れがあるんだよね。頭も普通に開く。めちゃめちゃデジを転がり落ちてたの食べてたっけ。はい、こんな感じであげるのもいいと思う。続いてはこちら、コーデュロイキャップ330円。可愛いキャップになります。スリコインズはワンコのキャップがたくさん販売してますね。このコーデュロンキャップはピンクとチャコールの2種類があります。目回り34みたい。ちっちゃい子と大きい子全員つけてみようと思う。でまずちっちゃい子から、でメルかな。これ調節はできそうですね。いやめちゃくちゃ可愛いんだけど、めっちゃで、ここ絞れるんじゃない。メル顔ちっちゃいからちょっとこう下がっちゃうかも。ちょっと大きいかな、メルちゃん。 2.5 ですね、メルちゃん。顔ちっちゃいんですよ、メルちゃん。あ、ここ絞ってもメルちゃんにはちっちゃちょう、ほら下がっちゃう。でも可愛いけど、はい、で、ハム。3キロ台のホッチャにしましょう。 3.8 かな、ホッチャ。ちょっとメルちゃんの、ハム、ハム、おいで、ハム。あ、じゃあクルちゃんにしよう。やっぱメルよりしっくりきてる。なんかあのゴルフにいるお姉さんみたい。クルの方がしっくりはくるね、サイズ的にも。耳がさ、クルちゃん短いからちょっと取れちゃうかなって心配にはなるけど、でもやっぱちょっと大きいかな。どうなの、サイズ的には。回ってる、ぐるぐる。いつも回ってるけど、また回ってるよ、しかぶっても。顔が大きそうなジジにつけて、あ、かわいい。やっぱジジぴったしじゃん。見て、超かわいいんだけど。僕って言われないよ、これなら。かわいい。やっぱジジが一番耳の長さもあるし、顔も大きいんだろう、大きいんでしょう。下がってきません。いいんじゃない。今回一番ホッターママが気になった商品、こちら、トイレスコップ550円になります。スコップとゴミ袋が一体になっているのに、すぐにそのままゴミ箱に入れることができます。今回お散歩グッズすごいよね。どんな感じなのかすごく気になるので、簡単に取れるなら手も汚れないし、あとペーパーが切れちゃったなんて緊急事態も回避できていいですよね。おお、こんな感じに、あ、ここが開くんだ。くるくるって開いて、ここに入ってる、こう取り付ければいいのかな。ここに入れて、こんな感じ。あ、入んないっす。こう、あ、飛ぶよ。動くっ
ると難しい気がするんだけど、取れた、みーちゃん、みーちゃん、なんかクルちゃんだ、クルちゃんに持って帰っちゃった、うんちに見立てた人形。お兄さんが上手にできるそうです。おー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 おお、あ、できた。なんでそっちにあげるね。スタンママはここを動かしちゃったからダメで、カチッとロックさせて動かさないでこうやればいいんだ。あ、なるほどね。で、最後にここ、こう、こう捨てる時だけ動かせば上手に取れるんだ。袋はね、こっから新しいのが出てくるし、こう大きいから、おったままお散歩っていうよりドッグランの時にこうスコップで押して使うのもいいかも。こう、うん、次はイーちゃんが持っているこちら、お散歩リュック1650円です。今回一番の注目商品じゃないでしょうか。ワンちゃんとか猫ちゃんを中に入れて一緒にお出かけができるリュックになります。たんママワンちゃん用のリュック持ってるんです。2匹入る大きさなのは便利なんだけど、持つのが重くてなかなか使うシーンがありません。ただこのリュックなら今こう持っててもすごく軽いのでで買ってみました。いや、3キロか5キロなので我が家はみんな入ることができます。おお、でも結構軽い、軽い軽い全然。あ、でも大きいね、しっかりしてる。みんな入っておいで。みーちゃんバッグになんか入ってることないかびっくりしちゃうかも。よし、で、これで、あ、だだだだだ、出ちゃった。よし、で、おおおお、あはは、出ちゃう、みんなおいで。ここにこうすれば、このさっきのこの、これがあるからつけてあげる。ね、ピノ入らないで。ピノが出かけると思って入ろうとしてる。一緒にピノが、私なら入ればって、私も入れるけど先ミナなの。はい、みーちゃん先、みーちゃんか、ピーちゃん、まあ、ちゃんとやっぱ紐つけてないと落とし危ないから。ここが胸のところで、しか、え、全然持ってる感じしないほど、めっちゃくピーちゃんが入りたくて、私が入りたいと大騒ぎ。ピーちゃんが入りたいと大興奮なので、全然おデブちゃんすぎて入らない、サイズが合わない。あのおデブちゃんで赤い紐は無理でした。で、さっきほったまま紐しないで入れようとしちゃったんだけど、確実に紐をしてから入れた方がいいね。飛び出す場合があるから、ワンちゃんも安定するみたいで、そんなにカバンに入りたいの、ええな、こうカバン自体が軽いからチャックもね全然スムーズだし、ほらこんな感じです。めっちゃオリコに入ってるけど、みんな見て。で、これになって背負ってみます。ピーちゃんも全然ピノでも軽い、には小物が入れられるポケット付きです。肩ベルトの長さを調節し、胸元のベルトを締めることで安定した状態で背負うことができます。じゃあ入れてみました。デイジーどうですか。まあ、ずっとじゃかわいそうかもだけど、あと電車乗る時とかも密着してるから安心感はあるんじゃないかなと思います。今回は3COINS の、はい、今回は3COINS のペット用品をたくさんご紹介しました。なんとなく今回の商品は散歩グッズが多い印象ですね。さすがに3回目になるので買わなかったんだけど、 2way ペット用お散歩ショルダーはトイレ用のウォーターボトルとマナー袋の 2way をも売っていました。なんかなんとなくスタイリッシュなグレーとかそんな感じのデザインが多かったです。ペット用品はペット用品取り扱い店舗でしか販売してないので注意してください。インターネットで購入する場合はパルクローゼットにて買うことができます。概要欄に貼り付けしておきますね。動画が気に入ったらぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ、いちゃバイバーイってピーちゃん、ピーちゃん舐めないで、いちゃんのこと、いちゃん鼻垂れだから舐めちゃう。あ、カスタマーじゃ暴れないで、鼻垂れてる、ちょっとあれなんか噛んじゃうね。あ、鼻。